ヌモンヌルマトビチ・ハサノフは、ウズベキスタンの元プロサッカー選手、サッカー指導者である。現役時代のポジションは FW。ハサノフは FC パフタコールタシケント、MHSK タシケント、FC ルビンカザン、FC ルストリク、ナサフカルシ、トラクトルタシケントでプレーした。彼は1992年のウズベクリーグ最初のシーズンにパフタコールで優勝。 1997年には MHSK 多種ンと FC ドストリクで1999年2000年で優勝した。1998年、ハサノフはロシアプレミアリーグの FC ロビン火山に移籍8試合に出場した。ハサノフは126ゴールを挙げており、ゲンナディクラスにツキークラブの会員である。キャリア全体では153ゴールを挙げた。 ハサノフは1992年にソビエト連邦から独立した中央アジアの国同士で行われた中央アジアカップにおいてサッカーウズベキスタン代表で初出場を果たした。その後1992年から1997年及び2007年に招集され、ムルデカ大会1995、AFC アジアカップ1996、1998フィファワールドカップ。 アジア予選にも出場している。2012年、ハサノフはパフタコールタシュケントのリザーブチームである FC、パフタコールマイナスにチランザールに就任した。7月24日、ヌモンハサノフはパフタコールタシュケントのユースチームの監督に就任した。ありがとうございます。